だ。32本です。間に合わんこともない。こんな白状なことある。出会った時の電撃に俺は感電してた。ずっと探してた女神にやっと出会えたよ。会いたくてどうする。マジ一応じゃあ言ってくる。一応、ね、いや別にどっちもいいけど来るんだったこれで当たらないと天国も否定されたことになってしまうので当たっていただきたい。不安しかないです。中ですか。分かんない。最後まで分からん。チャンスアップもないけど。おっと。どっちか。どっちかで当たりました。ゲーム数か。十字目変換。97ゲーム。5回目の当たりです。33本投資してます。ありがとう。ありがとう。うん。はい。一応報告なんだけど。マジ？隣空いてるよ。え。でも今当たってたか。当たっちゃったんだけど。あんまりだったら。うん。一応隣空いてるっていうことだけ伝えとこうかなと思って。あれからさ、運命の一撃入ったかななんて思ったり思っちゃったり頼りにしちゃったりしているんだが、これが終わっちゃって。終わっちゃった。500枚ぐらい。でも今俺とバトンタッチでおとんが入ったの。 AT 入ってるから。あ、誰も10からじゃないんだ。ん、誰も10からじゃないんだね。誰も10からしない今んとこ。ありがとね。ありがとう。俺も頑張るから。おとんにも頑張ってと伝えてくれ。わかった。まだ諦めてない。残り10枚。ああ、だめだ。さあ、デフォルトで。ダメ。そこは取れてなかった。さあ、幕開い。3枚目でダメ。プレーばっかな。ちょっとラスト。ちょっと嘘でしょ。嘘でしょ、嘘だろ。あ、デフォルト。あ、デフォルトじゃないよ。もう終わっちゃったの。220枚。早い。なんだって姉ちゃん。あ、姉ちゃん隣空いてるよっていう音したら、ちょうどレギュラーが当たってたとこで、あ、ダメそうだったら来るって言ってた。これ146のシナリオ示唆するレギュラーボーナスなんですが、まあ4は否定してますからね。1か6みたいな。ええって感じですけど。ただ左隣の方もね、高設定さ強い方出てたり、みんな結構
永遠チャンスの突入率がいいので私を飛ばして、もう待って、あと1ゲーム私こっからからくり行くの、ちょっと厳しいってそれは、ちょっとペロが声かけてきてくれた時間から結構経っちゃったので隣空いてるか分かんないんですけど、いやでもどうからくり、ちょっと一旦2人に相談してみますね。生産中です。一旦ね、一旦なんだよ、ごめん、ね、どうした、えどうした、ちょっともう4枚目入ってまして、4枚、え、永遠ってこんなに4枚入ってまして、で、なんだよ、ちょっと移動しようかと、どこに、からくりに出たからくりに、半からくりいいのかなって、いや、ペロがね、さっき空いてるよって言ってくれたっけ、言ったし言ってくれて、まあ、迷ってます、4枚目入ってるし、こっからからくり行くのどうなのって思ってはいる。でもこっからむしろからくり行かなきゃいけないんじゃないの、取り返す、そうだね、それぐらい勢いがある台の方がいいとは思ってる、うん、ちなみに投資いくらですか、2球、え2球2球、これは1球肉これ1球、肉へ、いくら、35ね、35です、あーいいね、いいねいいの、よくねえけどな、え、いいと思って、いや、行こう行っていいの、だから結構当たってて、あ、本当に、うん、悪くはなさそうってこと、まあ、わかんないけど、わかんないよね、ただ、あ、挑戦してみてはいいか、うん、昨日とか動いてるから、まあ、入ってたろうな、まあ、チャンスはあるね、うん、あるか、移動しようかな、じゃあやろう、すごく移動してきて、うん、すぐこんなこと言うのはあれなんですけれども、はい、あ、え、え、まず、結婚のタイミングで、まあね、結婚、ね、姉ちゃんいくつだ今、34です、あ、はい、まあ、まあ、いい年だからね、見えないね、本当、まあ、ありがとう、見えない、嬉しい、え、何、実はこの度、はい、お、大発表、お金がなくなりましたので貸してください、三つ指ついてお金がなくなりましたって飛ばすもんなの、本当によすいません、俺ごめんなさい、ペロ、ペロ、お願いします、もう一回姉ちゃんを救ってくれたら嬉しい、救います、ありがとう、姉ちゃんにいっぱい救われてきた、うわ優しいね、持つべきものは弟なんで、俺スコートしねえじゃねえかお前10角俺全然スコートしねえくせえ、この野郎マイナス1万6000枚の男には言われたくないんだ、そうだそうだ、1万3000枚です、1万3000だっけ、1万3000、あ、ごめん、あ、俺が1000、あ、倍だから、倍だから、ここで上がってくれって楽なんだけどな、おー、おー、おー、これはねありました、赤までのフランス、赤は外しちゃったな、うん、たまに外すけどね、チャンスアップ、あー来た、あーだら音3番です、頼みます、なんとかしないとまずいだろ、なんとかしてください、はい、頼んだ、お願いします、音頼んだ、うん、マジで3回目のチャンス、決めてください、頼んだ、やっぱ10からかかってねえからな気持ちが入ってる、ね、気持ち入れてる、美味しく食べちゃったからね、
あと何ゲーム？あと残り 4ねえ、10からより家族のお金の方が大事だって。そうだよ、あ、ずっと外れ目大事だって。1回ぐらい聞いてよ、子役大事だって。 あんな怖い目してるの初めて見たよ。大事だって。どうしたどうした、よっぽどお金ないから、ね、まずいな家族のお金だって。あ、一回も行かないのはもうおかしいよね、それは。ごめん、おとん、ごめん、おとん。来た。あ、マジか、マジか。あ、そっか、次の。マジか、次。いやー、そっか。次引いてれば、トーツなんか。まだある。え、ラスト？次が。次がラスト。次がラスト。ここでなんか引けばいいんだ。だから2ゲームでなんか引け。そうだね。あ、そう、あ、そうか、そういうことだ。ホールドだもんね。あるぞ、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 あるぞ。いや、これ引きゃいいんだろ、ね、そうそうそう、ここだ。押せないな、怖くてお願い頼めよ。おお、すいませんうわ、すっごすっご怖い怖い怖い。ええそんな悪いことした俺。ベロ助けて。ねえねえ、うわ、そんな目すんの。貴重なチャンスゾーンがもう入らないかもしれないのに。そうでしょ覚えてる、お前らが外したら外さないよね。外さないもん、ね、うん、どうしよう、言ったなよし、外さないよ、あれは外さないよね。やった。あー、でもね、いやー難しいよね。惜しかった。いけそうなんだけどな。ね、やれそうでやれないチャンスじゃん。やれないんだよね。なんかあれだね。え？こう夏の海にいるビキニの女みたいな感じですね。やれそうでやれない。やれそうでやれないね。確かに。ね、あの、手が届きそうで届かないんだよ。私そういうのはじゃねえんだよ、バカ野郎。何のために、何のために海でそんな格好してんだよ、俺。おっぱい出してんの。そうだよ。あ、マヤマさんが。おぉ、いい、いや、まあ、いいね。持ってる本じゃないけど。あ、待って。ちょっと待って、読めない。本店長じゃない。うん、夜行った。姉ちゃん、夜行った。あ、なんだ。タイプの人が見つかったんですよ。見て見て、裸でさせてるから。うん、まあそれと似たような興奮があったけどね、今ね。さあ、ベストレベルのコロンビーニングキング、開幕ベルです。大きい口叩いたから行かないとね、これは。姉ちゃん、はい、決めてもらいましょうよ。ね、決めますよ、ね、今日も俺たちの大黒柱にそうだね、いつまでもちょっと家族を引っ張っていかないといけないんで、お願いします、頑張ります。さあ、いけるか、うん、ちょうど投資4万円です。おお、来たよ来たよ、いきなり、はい、いきなり来たね。もう一回、もう一回、もう一回。笑ってます。あるよ。はい。まあまあ、まあ、え、まだ8ゲームあるし。まだ8ゲームある。あるし。まだ早いし。早いよね。おっ。ああ、怖い。おいおいおい。ああ、怖い。おお、じゃあ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 。おいおいおい。お願い、引いてるよ、少なくとも。もう出る、バカな、ちょっと、あれれれれ、あれ、あ、あ、あやせ、あやせ、まだある、まだ、まだ5ゲームある、まだ5ゲームある。お前、実は身持ちの方が上手くなる、きっと女か。やれそうでやれないよ、うん、やれそうでやれないんだよ、私は。
全然やれてんじゃねえかよ。全然やれそうでやれないんだよ。ふざけんなよ。おとんよりやれてるよ。おとんよりはやれるぞ。やれてるよ。やってくれてる。やれんのこいつ。やれんのやれない。やれない。やれんだろ。やれんだろ。やれっせえ。ややこしい。いや何の どっちのことそれ。チャンスの。チャンスなんですよね。チャンスをやっちゃって。あー、え、それ左に引っ越して何狙ってんだよ、中に。外れだよ。どうやったって外れだ、バカ。ラスト。やれるよ、やれるよ。最後にやれる女なんだよ。本当に。さ、最後はやらせてくれ。最後にはやらせてあげるよ。やらせてくれよ、俺。やらせてあげましょう。うわ。いやー、この時点味覚じゃん、2冊だった ねひどいね。ひどいよ。言えないよ。そんなこと言える立場じゃないぞ。失敗してたんだからさ、言えないよ。おめえやれんのかよ、ガキ。おめえやれんのかよ。やっぱり2人を支えるのは俺でなくちゃな。そうなんだよね、結局そうなんだよね、ペロなんだよね、うん、ちょっと小1時間待ってくれる。長いね。だいぶ長い、ね、ちょっとまだそのチャンスすら来てないから。緑からの開幕。おお、チャンス、チャンス。あ、これはいったんじゃないですか。マジ？おとん。わー、おお、きた。早いチャンスがまた舞い降りました。お前ら二人ができねえから俺やるよ、はい、いや、ごめんね。やっぱおとんだわ。結局やっぱおとんが頼りかな。今まで迷惑かけてごめんね。反抗的なメッセージ。なんかちょっともう言わせねえ、ダメ親父とは。いけ、ダメ親父。いけ、いい親父見せてくれ。あー、オッケー。かっこいいとこ見たいよね。かっこいい親父見せてくれ。おっと、おー、さあ外れれば。あ、でもこれ一番ある。ある。あー、なんて意地悪。あー、悔しい。ようやく聞いたのに。あと2ゲーム。あと2ゲーム。最後ラスト。次か。あ、次。ここでなんか引いてくれたら、あー、もうラストしかない。ラストだ。お願い。オートいけー、オートオート、頑張れ、頑張れ。あの目、ちょっと待って待って。え、軽く。ダメ親父だ。おい、あ、ダメだ。あじゃない。あじゃない。あって、何あ。どういう目してよ。そんなキラキラ目な目できないよ。そんなキラキラで純粋な目できないね。いや、難しいぞ。あ、強いの来た。あ、いじるん来た。来たよ。ここ続けばね、ここ続けば。あー、でも、まあ、でも、ワンチャンあるよね。ワン、いじるん。いやー、どうだろう、緑。終わり6割かな、ね、うん、チャンスアップがね、ないんだな。ワンチャン、ワンチャン。お、来ました。天国、天国ある。すごいね、2人とも早い。そろそろ決めない。分かってんだろ。うわ、わ、分かってるよ。さあ、当たり前だよ。救世主やれんだよな。うん、やれる、やれる。救世主お願いします。や、やれる。 やらしてくれんだよな。やらせるよ、それ。当たり前だ。なんかやだ、なんかその聞き方やだな。嫌だよね。なんか嫌だね。嫌だから決めるわ。うん。嫌、うん、だし。嫌だし決めるわ。嫌だしね。決めて。うん、ください。けど、なんか、すごい、カジュアルっぽく見えるじゃん。うん。全然やれねえから。街で場所なんてやれねえんだよ。意外とね。やれねえよ。めちゃくちゃおじさんみたいなこと言うなよ。ただのスケフィッチジーみたいなこと言うなよ。今大事なの。
これダメやないからね。そういうとこじゃないんだよ。やれるところ見せるよ今日は。いつもほら、あそこに山田さん、マリアって言ってたら見られなくなるの。気が強いんだけど、そこだから。今日大事なとこなんだけど。砂漠の行列あった、はい、黙らせるね。それだけ黙らせる。黙らせる、お客さん黙らせます。行列のおっちゃんもいいから。おっちゃん黙らすわ。この間も黒霧入れたのに。あ、うるさいね。うるさい。すげえ。あー、ダメ、ごめん。なんでだ。どうもあれ。うるさいこれ、ほんとに。おやちゃん黙ってね、これちょっとね、なんで。じゃあもう最後にシャンパン入れてやるから。あー、ほんと？ほんと？いいよ。誰やれるかな？やれるかな？シャンパン入れたらやれるかな？シャンパン入れたらさすがにね。頑張っちゃう、頑張っちゃう。いきます。貴様って言ってます。おっ、あれあれ、足りん、足りん、シャンパンが足りん、シャンパンが足りん、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 無理無理。シャンパンじゃちょっと足りなかった ね。シャンパンじゃ足りんね。足りないよね、シャンパンじゃ。やっぱりシャンパンごめんね、足りんわ。やっぱね、マンションぐらい。いやそうだね、マンションとか ね、まあ、車でもいいかな。マジか、赤くつくな。あ、やっぱ当たるわ、Bだ。よし、来た、音が来た。頼めます、本当に。頼む。ここ今みんなハマってるから救ってください。ここここ音におんぶに抱っこ。ね、おんぶに抱っこされたい。されたい、してくれ。OKOKOK。一貫大黒柱。お願いします。大黒柱。大黒柱。投資ジャス5万。そろそろだよね、これはもう。おとーん、大丈夫、大丈夫、もうあと半分、大丈夫、ね、半分、半分ある、あと左で行こう。うん、左だよ、左、姉ちゃんの真似して。よーし、来た、いけるよ、いけるよ。もう一回、もう一回、やばい、やばい。待って、あと何？あと2ゲーム。あと2。次ラスト？これで残り2ゲーム。うん、残り2ゲーム。次で。ブラックアウト。ブラックアウト。あー、白。おお。頼む。2ゲームで何が引けばいいってこと？よっしゃ。よし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 。できる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 。やれるやれるやれる。大丈夫、ラスト。ここチャンスあるよ。ここさえ。ここさえ。うまくねえよ、危なかった。いや、うまいよ。いや、うまい、最終ゲーム。そうだよ。危なかった。うまかったよ。ダメだと思ったもん。よし、ね。ありがとうございます。はい、ついてこい、ついてこい。よしよしよし。行きます。出会った時の電撃に。56枚。あ、待って。あ、あ、あ、何？あ、何これ？あ、これ多分これ。これ、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 これ。これ、ちょっと待って、見たことない。2回目、2回目、見たことない。収支管理アプリ、Tマネー登場。Tマネーには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。つぎはぎファミリア、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。